皆さんこんにちは、たわです。今日はですね、先日コメント欄でも質問いただきました、社会人になった後でも作曲関係の仕事はあるのかっていうご質問に回答していきたいと思います。これはね、正直ね、コメント欄以外にもツイッターの DM でね、よくいただくんですよ。毎日会社で出勤して働いてるんだけど、なんか音楽関係の仕事とか作曲関係の仕事ないですかっていうご相談をよくいただきますので、こちらでお答えしていきたいと思います。結論から言うとね、あります。ただし自分から動いた場合のみにありますってことだけを肝にまず銘じてください。で、具体的にはどうすればいいのかってことなんですけども、作曲家のほとんどはですね、まあ僕も含めてなんですけども、いわゆる受注型が多いと思うんです。まあ例えばそうですね、企業さんなりから、まあこういう音楽を作ってくださいって言って、で、音楽を作って納品して対価を得るっていうビジネスモデルの作曲家が結構多いと思うんですね。少数派としてですね、僕も近年取り組んでいるんですけれども、頼まれてもないのに勝手に作って、それを配信なり販売して収入を得るっていうビジネスモデルも当然あります。で、作曲家っていうくくりで見ると、多分今言った後者の方がですね、少数派になるかなと想像しているんですけども、で、何が言いたいかっていうと、このご質問してきていただいた方とか、相談してきてくださる方には、この少ないパイを取りに行けっていうことを言いたいなと思っております。で、じゃあ具体的にどうやるかっていうことなんですけども、近年ね、僕の周りでもですね、話題になっているオーディオストックっていうね、BGM が多いのかな、を販売しているサイトですね。これを例えば、個人でも法人でも買う方はいると思うんですけれども、自分の動画の BGM とかね、に使いたいなっていう方は、何かこう、キーワードで検索して、で、買って使うと。僕はそこに投稿していないので、詳細はわからないんですが、公式のページ見る限りでは、配信サイトと利益を折半して、収入を得ることができるっていうふうなことが書いてありました。なのでですね、自分で、仕事を作り出すっていう意味ではですね、そういうところにどんどん曲を投稿していくっていうのは、まあ現代においては有効な手段なのかなとは思います。ちなみに僕はそういうところには投稿はしてないんですけれども、近年その美人作曲っていうアルバムとか、まあ、先日配信したローファイヒップホップのアルバムなんかは、チューンコアっていうディストリビューターを通じて配信のみ行っているんですけれども、ほぼ宣伝はしてないし、特にローファイヒップホップの方ですね、特に宣伝はしてないし、まあいわば単に配信しただけなんですけれども、割とね、月数万円ぐらいの売り上げにはなっています。僕の場合はこれまだアルバム2枚分、曲数にすると30曲ぐらいしかないので、多分見つけてもらうにはある程度数が必要だと思うんですよね。なので、そういう自分で勝手に配信してみるっていうのも全然有効だと思います。チューンコアだと、そのサウンドクラウドはなかったと思うんですけど、大手の、モーラとか、iTunes とか、Amazon とか、Spotify とかっていうところに一気に配信できるので、その配信するときだけ手数料がかかるので、1年5000円ぐらいだったかな、はかかります。ので、それをいかにペイできるかっていうところまで考えてやりましょう。で、もう一つはですね、自分の曲作るだけじゃなくて、なんか有名な人とかにしたいっすわっていう方向けにですね、どうやったらいいかっていうと、まあ、例えば乃木坂さんに曲を提供したいという場合はですね、ここに乃木坂コンペ検索してみてください。そしたらですね、上から何件目とは言いませんけれども、そういう会社が出てくると思いますので、そこにアプローチしてみてください。で、アプローチする際にですね、やはり自分の曲っていうのがないと、やっぱりそういう会社もね、忙しいでしょうから、やっぱり自分の曲がない方にはもしかしたら返事が来ないかもしれませんので、何か自分の自信作をくっつけて送るとお返事が来るかもしれません。で、お返事が来た場合はですね、コンペってことなので、いわゆるオーディションですね。みんなで一斉に曲を出して一曲選んでもらうっていう方式なので、そういう戦いに参加するっていうのも一つおすすめです。で、これも言ってみりゃ自分で仕事を作るっていうところの延長線にあるものだと思っていて、やっぱり必要なのはコンスタントに曲を作って発表するなり応募するっていうところに尽きると思います。で、あとはですね、僕も19、20歳ぐらいの時に先輩に言われたんですけど、あなたが作曲をしているってことを周囲が認知するには10年ぐらいかかるよって言われたんですよ。で、その時は、10年かって言ってがっくりしたものですが、ただ、まあ今思えばそれも全然間違ってないっていうか、まあ10年って言うと言い過ぎかもしれないんですけれども、でもやっぱり若林はこういう曲が作れて、こういう人間で、こういう仕事をしてるっていうのをみんなが、周りみんなが周知してくれるのって本当に時間がかかるんですよね。
だから何が言いたいかっていうと、やはりその、例えば毎日会社に行ってるんだったら、少なくともですね、リアルの周りの人とか、例えばツイッターだったら自分のタイムラインの人ぐらいにはですね、あなたが何者で、例えばギターが弾け、ね、この質問いただいた方はギターが弾けるって書いてあるので、ギターがどんぐらい弾けるかとか、まあ、動画アップしてみてもいいですし、その自分がこういうことができて、こういうことをしてますっていうのをですね、周りの人に広めるっていうのはかなり重要なんじゃないかなと思います。で、作曲家に持ってなくてそういうサラリーマンの方が有利なものってあって、職種にもよると思うんですけど、自分が所属している会社でその音楽を作る仕事を生み出せば、自分に回ってくる可能性大ですし、もしね、メディア系と相性のいい会社だったら、そういう仕事を自分で作り出してもいいかもしれないですよね。で、そこで自分がやりますっていうのは、作曲家にはできないサラリーマンの強みかなと思います。まあ、ちょっと違いますけどね、かの杉山浩一先生も、まあ、ウィキ情報ですけど、もともとはフジテレビの社員さんで、その音楽番組とかを作って、自分の曲を流したり演奏したりっていうところをやっていたようなので、まあ、これはかなりハイレベルですが、まあ、それに近いことができるのがサラリーマンの強みではないでしょうか。まとめると3つの項目になると思います。1つ目は自分で勝手に曲を作って、オーディオストックなり、Spotify なり、そういうみんなの目や耳に触れやすいところに配信、投稿してみるのが1つ。2つ目なんですけども、そうは言っても有名なアイドルとか声優さんに曲を提供してみたいっていう方はですね、そのアイドルの名前、コンペとかで検索して出てきた会社に自分の曲を送ってみるっていうところが2つ目。3つ目、今の自分の位置を生かすってことですね。具体的には周りの友達や先輩後輩に自分はこういう音楽が作れて、こういう楽器が弾けて、こういう曲を発表してますっていうことを周囲に認知させる。そして自分のいる会社内で何か音楽の仕事を作り出せないかっていうことを考えてみる。以上3つをお勧めしたいと思います。で、番外編。先日僕の元にも僕の動画見てくれたり曲を聴いてくれた、シンガポール在住の方からですね、メッセージいただきまして、いわゆるアシスタント募集っていうか弟子入り募集みたいな感じでメッセージいただきまして、一緒に仕事ができないかっていうところで、今ちょっとずつ仕事を一緒にしているんですけれども、そういうやり方もありますよね。まあちょっとパターンとしては弟子入りって聞くとすごい古い感じなんですけども、自分の好きな作曲家とか好きな編曲家にアプローチしてみるっていうところは有効な手段と言えるかもしれません。僕もこれまでに何人もですね、まあ作曲家として活動していく足がかりとして、僕の元で働いてもらうってことは何度もありました。ただ僕もですね、すべての人と仕事するっていうわけにもいきませんので、そういうメッセージをいただいてもですね、返事できなかったりとか、またね、自分の曲を一曲も送ってこない方も結構いますので、そういう方には何とも返事のしようがないなというふうにいつも感じています。のでもったいないなと思っています。この番外編も共通していることはですね、やはり自分の曲っていうのを普段から作って、増やして、ある程度聴ける状態にしておく。まあどういう形であれ聴ける状態にしておくっていうことが大事であり、全てであるのかなと思います。以上ですね。今回は社会人になった後でも作曲、音楽関係の仕事ってありますか？結論あります。という動画でした。今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。タカでした。